マンモスフリーマーケットは1994年から毎年春と秋に愛知県名古屋市で開催されている日本最大級のフリーマーケットイベント大きなフリーマーケットであることからマンモスフリーマーケットと名付けられた2014年春には初回開催から20周年を迎えマンモスフリーマーケット Z にリニューアルした名古屋市国際展示場全館を利用する 一大イベントで主催はテレビ愛知マンモスフリーマーケットの名称は同社の登録商標開催期間は春秋ともに2日間で来場者は6万人出店ブース4000約20年の歴史を誇るフリーマーケットとして知られるこれ以外にも会場に設置された特設ステージではイベントやショーが行われるほか2012年春には東海つけ麺 祭りマンモスフリマを同時開催するなど、フリーマーケット以外でも楽しむことができる。また、中京圏の人なら、必ず耳にする、マンモスフリーマーケットのテレビ CM、マンモス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 フリーマーケットのフレーズを歌う、テレビ CM オーディションも毎年会場で開催している。西暦順、ウィキペディアに情報がある人名のみ、上気グランプリは、 全員偶然もともと同じモデル事務所に所属していた。ありがとうございます。